今日は前髪なしで外出た瞬間に今日これストレートしたんだよ髪の毛。おかしいよね、なんかこんななんかいろんなところにさ見なかったことにして。昨日言おうって思ってたことあったんですけど伝え忘れてました。今教えてください。傘忘れてびしょびしょで学校抱えてきて、お疲れ様。風邪ひかないように拭いてね。雨降ってる今。今雨降ってるかな。俺も今日髪爆発してるね。マジさ湿気に勝てるもんない。前髪なしがいい。本当に家から出たらやばかったよね。そうマジで朝から今日はこうやってこうやって頑張って、今日は内巻きにしようかなとかストレートにしようかどうしようかなって考えて、うん、ストレートにしようって思ってちゃんとストレートにして家出た瞬間にうねってきて、あれ今日ストレートしたよねっていうね。泣いちゃう。やっぱり言うねんます。何今仕事から帰ってる。お疲れ様です。先週修学旅行行ってきた。どこ行ってきたの？リボンネックレス、これビゴーさんで、ビゴーさんのやつです。ビゴーさん病院行ったのに外歩いたら風も強いし死んじゃった。きつい。それはえソータさん見てますか？あこんにちは、ありがとうございます。え見てくれてる。お見てくれてる、嬉しい。お洋服どこで買うことが多い？お洋服はどこだろう。結構ネットを買うことも多いし、最近はでも最近アナイさん、アルアバイルさんとかですかね。梅雨つらいね。マジで梅雨やばいよね絶対に。うん、髪の毛どうしようみたいな。今日のこの後の予定は何もなしです。赤いケーキありがとうございます。幕張新都心のリリーベの時に充電器を忘れてませんでしたか？え忘れてましたっけ？嘘。え忘れてたっけ？キラちゃん、リトルワード行ったことある？何リトルワードって何？充電器忘れた。そう私ね、いつもね本当に携帯依存症だと思うんですけど、こうあの充電器をこのまま、えねえそれ私の、えカモン、ちょマネージャーさんから今受け取った。え本当にこれキラの？え待って誰の？ちょっと待って、あれキラこれ自分のやつだと思う。え誰のこれ？えあなたの？え誰？自分のだよねこれ。まあいっか、まあこっちが私の、こっちのも私のらしい。パクッチ。えこれキラの？そうでもなんかこの充電器の部分壊れてないかったのに壊れてて、なんでって思ってたんですよ。盗んでないよ俺のじゃん。あ待ってマジごめん。え私の、え待ってごめん返すわ今度。うん、え返すね。いい、ちょっと壊しちゃったかもしれないけど、えこうやって壊れてたもしかして。あーごめんなさい。え私のって人多いかも、ごめん返すねちゃんと。ウケる。ハンギョドンのシールとかつけた。確かにね、自分のって分かんないよね。やば、今急に返されてびっくりしちゃった。つくばに何のキーホルダーつけたら可愛いと。私は中学生の時にあれつけてました、スポンジボブのあのキーホルダー、クッション系のね。ちゃんと名前変え、え名前書く系なのみんな。好きな人に話しかけられない自分嫌い。なんで、書けちゃいなよ大丈夫だよ。好きな後輩 DM 送っちゃった。ナイス。
スポンジボブ懐かしいよね。そうスポンジボブ昔めっちゃ大好きだった。朝起きれる、起きれます。筆箱、なんか私の時代は筆箱なんかカンカンになんかこう自分でプリクラ撮ったプリクラとかの裏になんかマグネットとかつけてこうひっつけれるようにいろいろなんかねアレンジしてた。めちゃくちゃカンカンです。シナモンのケーブルカー好き、めっちゃいいね。名前なあ、ゆずたんが来てくれた。やっほーゆず。告りたいけど振られる想像しかできない。どうしよう。本当にわかんないよ。告ってみないとわかんないじゃん。キラーン。ランドセルにおパンチつけてるよ。かわいいな、おパンチ。キラヒナコンビ最高、カフェ楽しかった。楽しかった。しかもさっき行って、さっき、うん、今日お昼行ってきたんですよ、カフェカツ一緒に。めっちゃ楽しかった。でもなんかひなたとカフェカツとか行くときって毎回あれなの、雨降ってるの今日も会った瞬間にうちらのときって毎回雨降ってるよねって言って、この絶妙な感じみたいな。超楽しかった。カンカン落としたときすごい恥ずかしく、わかる、めっちゃわかんの。何ゆず、今日も可愛い子やって国宝ですよ。何言ってるんですか。さっきストーリーにあげた写真にゆずからなんか可愛いね、美女くないみたいに言われて嬉しかったよね。お話長島の芋楽しかった。めっちゃ楽しかったです。白芸とかに乗って超もう絶叫大好きな私からしたら幸せだったよね。ねえ、ゆずはも可愛いよ。ゆずも可愛い、本当に。私はゆずのムーツーっと言ってるのがスマイルが大好き。ゆずの笑顔、ひまわりさんみたい。あ、ねえ、ゆずゆずの充電器これ。もういいよ。白芸ですれ違ったかもしれない。本当に？ねえみんなマジやな共感求めるな。ネイル、そうネイルね変えたの。シンプル。雨で頭痛やばい。雨ね、偏頭痛ね。今日男子が女子の誠意にしないでって言っててやばい。ん？どういうこと、どういうこと？キアちゃんに会いたい、会いに来てください。会いたい私も。ゆずちゃんプリキュア。プリキュアだってよゆず。バイト行かなきゃだから。今日見たい、見たい。あーでも見に来てくれたの今、ありがとね。キアちゃんに会えて私も会いたいです。どうやったら絶叫乗れるようになる。気合と根性。でもね絶叫ね苦手な人からしたらね嫌だよね。あでもなんか陽花が言ってたのはなんか浮遊感を感じないためにはなんか乗ってうーんってなるときに上を向けば浮遊感感じないらしいよ多分ね。キアちゃん寝るこんな感じ。ちょっとね絶叫何回でも乗れる、わかる。お風呂上がったの早いね。ねえそうキラ今日さ蚊にめっちゃ刺されたの多分やばくない。赤いしさっき思ったんですよ、めっちゃ蚊に刺されてる3箇所。早っ、もうそんな時期。これからバイトだからメイクしながら見てます。じゃあメイクのお供ということで。絶叫は怖いよりピアスで耳ちぎれないか心配だ。ピアス、あ、なるほどね。ピアスがつけてたその重力とかでってこと、わーってなるから。O 型じゃない、 A 型めっちゃ刺されてるよね。ねえキラちゃんのキラちゃんを刺す蚊になりたい人生だったってやめて。今お風呂中なの、お風呂リラックスタイムですね。
浮遊感が嫌なら今から落ちるよって自分に言い聞かせて、かわいい、今から落ちるよ、今から晴れるよみたいな。ちょうど仕事終わってみて、お疲れ様です。そうね、あのね、見たら痒くなっちゃうの。今はね痒く、最近カメムシ多い。本当に今日学校で転んだ、大丈夫か。DNA の最初のダンスすごいいいと思います。あ、DNA、 みんなどう？ DNA とか MV ね、もう本当400万超えて、本当いつもありがとうございます。皆さん見てくださってどうですか？ DNA たくさん聞いてくれてますか？キヤちゃんの依頼久しぶり、うん、久しぶりにね、依頼してるかも。まつげ綺麗、本当？キヤちゃんの愛され好きです、嬉しい。またいつか九州でもイベントやってほしい。イベントね、九州の方にも行きたいです。本当に地元がね九州の方なので頑張ります。この後ダンス頑張って、リリーベで聴けるの楽しみにしててください。ハリドリキャキャ言う人はね、多分その一員だと思われます。メイクのポイントなんだろう、涙袋、かっこだ。ビヒリアルのポーズ、なんだろうな、なんだろうな、なんだろう。ビヒリアルやばすぎた、嬉しい、ありがとう。カラコンしてます。今日はねちょっとピンクっぽいカラコンをしてます。今日ファンになりました。このアカウントはわかるよ私。キヤちゃんピアス開いてないです。仕事疲れた、お疲れ様。今日もよく頑張りました。Bリアルやってる？リアル Bリアル？なんか Bリアル流行ってたじゃん、流行ってるかな、今も流行ってると思うんだけど、なんか私も一応こうトレンドとか好きだから結構乗りたいタイプで入れたんだけど、私はあまり B リアルハマらなくて、アプリの方ね、そう、 あまりハマんなくて、なんか入れてはいるけど全然やってないっていう。ガールズガールズのみんなは MV のコメントって読んでますよ、読ませていただいてます。本当ね、たくさんコメントもしていただいて、プライムツリー赤池行くの嬉しい。6月2日名古屋。そのカラコンは堺のドンキで買ったやつではありません。昨日シャトルラン、うわシャトルランとか懐かしいね。キヤちゃん愛止まらん、どうしたらいい？そのままでいてください。今年入社、今年新入社員でキラちゃんと一緒の名前の子がいる。キラちゃん、やーん、なんか同じ名前の子とかいると嬉しくなっちゃう。あーねえ、なんでさこれさエフェクト取れちゃうの？めちゃくちゃ嫌なんだけど。よし、すいません。メンバー入れてる子いると思うよ。キラちゃん激推しです、嬉しい。仕事はお疲れ様。死に勝ったのありがとうございます。キヤちゃん誰だ、この間トマトラーメン食べた。トマトラーメンめちゃくちゃ美味しいよね。私もめっちゃトマトラーメンは食べれるんです。クマさんヘア、クマさんヘア、あれマジックの時のね。今使ってるリップなくなりそうだけど、おすすめのリップ、ねなんだこれ、今使っているのはキスキスヒーグローオイル、ってやつとロマンドのリップを混ぜてます。キヤちゃん死んで100日目、やー嬉しい、おめでとう。キヤちゃん育成つける予定は今のところないです。ねえ髪伸びたと思わない？切ってから。あもうやばい、ダメだこれ。
キアちゃんにもやもやキュン。キアちゃんに会いに行きたいんですけど恥ずかしくて勇気出ない。なんで会いに来てください。会いたいよ直接。いつでも私は待ってます。ゴンチャでいつもはブラックミルクティー。ねえ髪伸びただよね。髪伸ばす髪ねえのはねえどうしようかなみたいな感じ。なんかこのちょっと聞いたこのぐらいの長さもすごい好きだったし、これロブっていうらしくて、なんか髪の長さ、そう。キアちゃん来てから同じぐらいに着ようと思ってた。嬉しい。6月のリリベシに連れてきて絶対。おととい初めてちゃんと話して面白かった。面白かった面白いことしたっけ。本当髪色変える予定、はないかも。そんな派手な髪色にはしないかもしれない。ロングがいい。ロブよりボブが良さそう。ロブよりでもね、そうそうね、ケイちゃんと身長同じで勝手に踏み感じる。嬉しい。一緒だ。2日間ありがとうございます。こちらこそ。北海道も行きたいよ。キアちゃん前髪もつく。これでもね作れるよ。今ね 2way だからなしにしてるだけ。今日はね雨だったからさ。キアちゃんいつもおもろい。おもろいか。おもろいことしてないよねえロブ。キアちゃんゲイラ30分前ぐらいに告知した、うん、今日ご飯軽くならいいな。美味しそう。この間大阪の隙間から出ようと思うんです。直接会いに来て。ありがとう。あの時風すごいね今日ね。キアちゃんくせっ、キアちゃん多分ちょっとくせっけな気がする。多分ね。顔がきれい。嬉しいね。じゃキアちゃん蜂蜜食べると喉治る。本当に蜂蜜舐めよう。台風なの。かゆい。キアちゃんいつも豆のいい髪型困っちゃう。そうね、どうしたらいいの。みんなどうしてるのみんなどうしてるのとか言って最近バイトサボってたけどやっぱりキラーさんに会いたくて今日から復職。嬉しい。無理せずね。マヌカハニーね。私ね今ね、そう喉飴ね持ち歩いてるのね、ちゃんと。ね、みんな体調気をつけてね。喉とか蜂蜜喉飴を持ち歩いてます。マヌカハニーではないけど。雨の日結んで楽しみます。結んで楽しみます。確かになんかさ、この長さいつも思うのが結ぶと変な気がして、ポニーとかなんかチュロンってなっちゃうから、それがあんま好きじゃなくて。そう、笑うとき口角上がるの、口三角好きになるのどういうことどういうこと。遊戯前大丈夫。大丈夫。おすすめのヘアアイロンはヘアビューロン使ってるよ。今英語の授業でキャッチにファレンタ書いてる。嬉しいんだけど。授業は大丈夫そう。結んでも本当に言ってる。それは嬉しい。虹のりゅうちゃんと最近は最近は会ってないけどちょっと前に会いました。DNA のでツインタワーのお二人と共演決まった時どんだけ。もうまずなんか夢かと思った。今でもあの MV を自分私お家でも見てるんですけど、すごい。なんか自分が
テレビで見て憧れて、そんな憧れの方と一緒にステージで踊ってる、なんか作品を作ってるってことが本当になんかありがたいし刺激になりました。すごい美しい。とにかく長崎に帰ってきたら何したい？とりあえず友達に会いたい。今日じゃないけど最近出し始めた、嬉しい。頑張ってね、もうすぐ実習始まるから。実習頑張ってください。なんかプリクラのモデルさんにいそうすぎる。え、本当に？あとはこうしてねみたいなやつ。人見知りな、そう。でもなんかでもね、そんな直さなくてもいいと思うけどね。うん、直したい。どうしたらいいんだろう、人見知りって。でも毎回本当に思うのが、話しかけられて嫌な人なんていないから、まあそのね、バトンね、ちゃんと空気をね読んで、こうこのタイミング、今この子暇そうかなと思ったら、なんかこう、なんだろう、その日の周りにあるものでもいいし、何かこう触れてその人とお話しするネタを考えたら全然普通に話せると思う。キヤちゃん抹茶好き？抹茶好き、最近超好き。キヤちゃんダンス大好き、嬉しい。本当嬉しい。なんか私のダンスに憧れて EXPG 高校を目指してるとか、ダンス始めましたとか、本当になんか自分がこう、なんだろう、昔から頑張ってたりとか、なんかダンスでみんなのことを笑顔にしたいとか、夢を与えたいとか、そういうのがなんか少しずつもうみんなのなんかためになってるじゃないけど、みんなもこう影響されて一緒に頑張ろうって思ってくれることがすごく嬉しい。だからなんかこうやって今も頑張れてるなっていうのはすごくあります。嬉しいな。今日はお仕事でしたよ。学校とかで人と目が合うの苦手で、よく前髪触っちゃう。わかる。こうなんかさ、急に見合うとさ、恥ずかしいよね、あっみたいななっちゃうよ。わかるわかる。全然いいと思う。触っちゃおう、いっぱい。キヤちゃんダンス好き、顔表情いつも勉強で、嬉しい。大丈夫、変な顔してない？ガールズガールズ本当に気が嬉しい、ありがとう。本当に嬉しいね、私のダンスを見てダンス始めようってね。え、嬉しい、人生が穏やかになりましたって。そんなね、嬉しい。ダンスね、ほんとなんかダンスが唯一私は自分を表現できるものだとずっと思ってるからこそね、これからもね、いろんなところで皆さんにそういういつまでも影響力のある人でいたいなって思う。新幹線乗ったら窓側行きたいですよ。窓側座りたい。なんでかというと充電ができるから。サイン会やりたい。またモロッコヨーグルト一番好き。本当そう、モロッコヨーグルトは昨日久しぶりに食べて、あの知ってますか、駄菓子のヨーグルト、駄菓子のヨーグルト、駄菓子のさ、そうヨーグルトみたいなやつでこうすくってあんって食べるやつ、あれがめちゃくちゃ美味しいの。景色は見るね、たまにふとした時にこうやって見てる。違う、なんかね、スマホ好きとかじゃなくて、うん、好きか分からん、好きかも。なんかね、充電なくなるのが怖すぎて、もうねこれダメだと思うんだけど、あれ全然食べてないから味忘れて、もうね、あれ私思い出しかなくて、本当にあれもう何歳ぐらい、3歳ぐらいからずっと食べてた。サイン会って当日券はないかな。30円ぐらいの駄菓子、そう昔は30円ぐらいで売ってたの。長崎にいた時も綺麗だったけど、もともと綺麗って、あれ長崎で私のことを知り合いかしら。
そう、キラちゃんいつも面白い、何もやってないよ。え、大阪また行きたいです。今日の夕飯はトマト煮込みハンバーグ、絶対に美味しい。え、キラちゃん再会いつ帰っても、え、ぜひ来てください。そう、気づいたらスマホ持ってる。でもさ、なんかね、でもね、たまに携帯置いていきたくなったりするんだよ、たまにね。長長も行きたい。友達が修学旅行長崎行ってたの。なんかやばい、参加なんかコラボ配信になっちゃいそう、危ない。私も怖すぎて充電しながらいないみたいな。ね。僕も今夢かなって美容師になりました。キラちゃんの可愛さに優先。そんな、しかもすごい夢かなった。うわー素敵、これから未来がいっぱいあると思う。妹ちゃんにタンプレあげました。友達少ないからキラちゃん友達になりたい。もうお友達だよ。修学旅行沖縄いいな、沖縄行きたい。最近友達にガールズガール勧めてる、嬉しいな。長野行ってみたい。なんか長野県こそ自然がすごく綺麗なイメージ、なんかよく TikTok でも出てくる。私の夢はアーティストです。素敵、キャッチャーのおかげで毎日ハッピー、嬉しい。お人友達とか死んじゃう。フレンドフレンド。今度スタバのバナナ出るけど、キラちゃん飲むよね。あの、私バナナ無理なんです。そうなの、なんかね、バナナのあれやっぱ個体が無理。そう、バナナね、あんま食べれない。だからの、そう、スタバの新作は飲みたいんだけど、あ、バナナかって思っちゃって。そう、まあ、いちごとね、いちごの抹茶のやつを飲み続けます。友達にならなくていいの、知り合いに。そうですね、知り合いになりましょう。近くにメンバーいないよ、私しかいない。そんなバナナですね。キラちゃんと食に似てるかも。本当、憧れの歌手、憧れというかずっと大好きなのは西野カナさんが大好きです。バナナジュースもナッシング、久々男子の年、ダンスいいね、男子いいわ。とわちゃんの好きなところ、とわちゃんの好きなところはツンデレさんですね。ツンだけど本当は好きなところが好きです。で、昨日甘おのソフトクリーム、いいな、いちご死にないてなろ。ねえ、何これ、なんか変わったんだけど、ちょっと待ってね、今日さ、インスタライブさ、めちゃくちゃさ、エフェクト変わったり取れたりするの何？うん、うん。もうやめて、今年いちご屋行きました。ねえ、めちゃくちゃエフェクト変わるじゃんっていうね。赤いきお友達連れてく、連れてきて。インスタに遊ばれてるよね、誰か乗っ取ってる。インスタ投稿してた自然、私もよかった。そう、滝マイナスイオンめっちゃ感じたみたいな。この間いちごの腕箱買ったよ、かわいい、目出てるのが。本当にずっと赤ちゃんの抱っこしてたら筋腕筋肉と、確かにこうしてるとね、つく。いろんなエフェクトで遊んでみて、いろんなおもろいエフェクトあるかな。でもちょっと変な顔、何、キラちゃんの好きなとこ優しくて気遣い、さっきお疲れさま。マネさんが、そう、嬉しい、そんなこと言ってくれて。
ただ私のお気持ちです。そんな髪暗くしてみてください。あ、私あ髪基本暗いんですけど、もうちょっと暗くした方がいい？フロアワークやってみようと思った。うん、え、きっかけ？今日の晩ご飯何でしょうか。何だろう、今日は何でしょう。最近はバレーボール見ると思ってる。バレー、キャちゃん見かけたら声かけていい？よき。なんかさ、知らない間に見られてる方がさ、ちょっとさ緊張する。そう、何でも言いますが、何度も言いますが、もう一度金色にしてください。で、そうクレヨン見てたんでね、なんか金めっちゃいいみたいな。え、でももた金するみたいな。ねえ、金色にしちゃうみたいな。髪の毛泣いちゃうみたいな。頑張って今落ち着かせてるみたいな。ねえ、でもね、なんかこう写真とか見返すと、あ、なんか やりたいなとか思っちゃうけどね。ねえ、遭遇したことあるよって声かけてないけどってさ、何してたっけな、怖いよ。キャちゃん、どの髪でも似合う。嬉しい。ちょっと飲み物飲まして。あー、美味しい。キャちゃん、ギャルいいの似合う。本当に？あー、そう、ピンクとかそうやりたいんだよね。一回初めてやったのがワインレッドだったから。そう、キャちゃんピラティスとかやるの？そう、私最近ピラティス通ってるんです。実はまだね、2、3回目とかです。よく喋ってて安心して。喋りますよ。キャちゃんみたいなお姉ちゃん欲しかった。本当に？赤ね、赤ね、やりたい。ほんとね、50年ライブもどんな髪型にしようかとか、どんな髪色にしようかとか、いろいろ考えて。黄色ヘアはさすがにさ、え、黄色っていうのはさ、金色ってこと？え、違う？黄色ってこと？真っ黄色ってこと？やばいんじゃない？ねえ、ルイの赤髪めっちゃ似合ってるよね。ジェットコースター避けるときなんか、キャッハッハッハッって叫んでる。わーって言ってる。結構叫ぶ人かも。めっちゃ笑っちゃう。そう、日向とそれこそ長島スパランドさんでアトラクション乗らせてもらった時に、日向とこう落ちる瞬間に手つないで、もう手挙げて、私絶叫大好きで、そうで、わーでもお互い一緒だよ、わーキャーみたいな感じ。ずっと超楽しかった。叫びじゃなくて、そう、あんまね、キャーではないかも。めっちゃ笑ってる。乗ってなぁ、叫び声めっちゃ聞こえた。じゃあ叫んでんのかな、キャーね。白毛やばかった。でもめっちゃ楽しかった。ジェットコースター。あ、ねえ、わかる。そう、絶叫、あ、怖くてか、怖くて鼻水涙か。え、私は逆に笑いすぎて涙と鼻水。うん、やっほー、叫びながら笑ってる。楽しくなっちゃう。嵐もやばかった。嵐だよね、乗らせてもらったの。うん、嵐も足がチューブラリーンで、で今日めちゃくちゃ好き。ヘアビューロンの何使ってる？ヘアビューロン、アイロンと、え、でもドライヤーも全部ヘアビューロンです。お家はお化け屋敷はめちゃくちゃ怖がってる人がいたら冷静になれる。
けどビビってる人と一緒には嫌かも。え、わかんない、何違うよね。ビビってる人がいると自分が冷静になれる。うん、くしゃみ出そう。あ、ユニバのジェットコースターね。ユニバも行きたい。ユズと一緒なら大人です。ユズね、ユズとならキラ入れると思う。お化け屋敷中間テスト近いの頑張ってね。うん、ビビッと感じる愛する意味とね、クレタンとミナミは、あ、クレタンはどのアトラクションも乗らず見てました。で、ミナミは一つだけ乗ったのかな。ユズは、あ、ユズもどっちも乗った。あ、ユズも一つだけかな。あ、ユズどっちだったっけ。本当にユニバーサルユニバー行きたいです。そう、長島スパーランドさんも普通にプライベートでめちゃくちゃ遊びたい。福岡にスペースアウトあったこと知ってます。あそこ遊びに行ってた。で、なくなるってなってめっちゃ最悪ってなってた。あ、ゆずどっちも乗ったんだ、すごいね。ゆず乗れたんだね。ガルガルで絶叫得意なのは三崎桃香洋画キラですね。キラちゃんの美術が更新されたらハマっちゃいそうで困って。ハマっちゃったら代々木終わった後ご褒美でマジで言ってる。代々木の後に行きたい。メンバーで一番怖がるはゆず派かな。最近食べたいちごスイーツはシンプルにあのいちご、フルーツのいちご。三重出身だから長島よく行ってました。でバンジーはねマジやりたいの、死ぬまでに。絶対に絶対に叶えたい夢。今日はなんか何配信でもなくみんなと話したいなと思って。5年前からキラったんの底なし前ハマってる。嬉しい。5年前、もうデビュー当初からありがとうございます。逆バンジーもいいね。昨日イチゴ食べたんだけどキラちゃんだって思ね。そう、なんかめっちゃ可愛いなって思うのがみんなのこと見てて、なんかこう、まあ、結構イチゴのさスイーツとか出るじゃないですか。その時に毎回私に教えてくれたりとか、なんかこう食べた時に今日何のイチゴ食べましたみたいなこう伝えてくれるのがめちゃくちゃ嬉しい。なんかそのイチゴイコール私みたいになってて、でもそれがすごく嬉しいんですけど。そう、めっちゃ可愛い。4人同時に違う携帯で見てるので音がすんごいです。どういうこと？4人で見てんの？4人同時に恥ずかしい。最近チョコミントやまりすぎ。チョコミント全然最近食べて、食わず嫌いかも。チョコミント最近タピオカミルクって飲めるようになったんだけど、やっぱりゴンチャ美味しい。ゴンチャさんも美味しいし、ね、待って、あ、ジアレイさんも美味しいし、チョンスイタも美味しいし、てかタピオカ本当に大好き。で最近はずっとゴンチャさんをずっと飲んでる。いちごだ、いっぱいいちご。遊戯のライブでキラさんのユニフォーム着ていこうかと思ったんですけど、男が着ても大丈夫ですか？大丈夫。なんなら男性がめちゃくちゃ男性着やすいと思います。あのリボンは取り外しできるので、ぜひね、ちょっとね可愛すぎるかもと思ったら取って自由にアレンジしてくれたら。私は話したいけどキラちゃん話してくれないから詰んだ。え？私話してるよ。話してない？話を聞きたいのかも。昨日長スパでゴンチャの、あ、イチゴがいっぱい送られてきた。確かにガルガルといえばねゴンチャですね。もう強めにグッとするの好き。
しかも見てめっちゃ曲がるの。あ、出ちゃった。普通こうだよね。なんかね、前なんかね、あ、こっちの方が曲がるかも。あ、どっちも曲がるかも。なにこれ、イエーイ。なに、どっちかこれやったらさ、花みたいな。今知った。はい、なんだこれ。そう、親指長いかも。でピースもめっちゃ広がんの。そう、最近自分の気づいたこと、気づいたこと、ファンの方が教えてくれて気づいたこと。ピースの幅が広い。グッドの親指がめちゃくちゃ曲がる。これは私のある意味すごいところ。マジで？こうができないの、普通に。キモい。可動域広い。そう、普通にね、ピースとかも普通こうじゃん、わかんないけど、なんかね、広いんだよね、毎回。毎回ファンの方が教えてくれて、うわ、待って、広いわって。私の方が曲がる、マジ。え、悔しい。悔しい。パー。手大きい、うん、手大きい。私手大きいんです。手が大きいです、それはあります。ね、親指ってこれなんだろうね。じゃ、恥ずかしくない？なんか我に返ると恥ずかしい。フォーク、え、フォークボール投げたらすごそう。何それ、ボール。指ピースの間にもう一本指入そう。やば、指入っちゃうかも。サウンみたいな。キアちゃんの話が英語の先生に似てる。こういう話し方本当に変。手を大きくする方、え、手を大きくする方法難しい。振ったら大きくなるんじゃない。器用なのかな。あんま思ったことない。ハイタッチ会とかね、できたりね、ハイタッチ会とかできたらいい。ね、手大きいと跳び箱得意なんじゃないと面白いんだけど。キアちゃんのピースの開き具合で今日も元気なんだなって思ってます。めっちゃおもろ、面白い。これで、じゃあこれだったらあれですか、ちょっと元気ないかなみたいな。え、親指試したら直角までしかいかん。え、やばいよね、なんか恥ずかしい。ケイちゃんの指と音、そうやって言ってくれると嬉しい。バックで腕ぶん回してるから手が大きくなると思う。遠心力で伸びたのかな。入った親友をキアの前にハマらせる方法は、え、会いに来てください。会ったらケイちゃんに平手打ちされたりとしないです。てっきり嬉しい。手綺麗って言われるの嬉しいです。今日のカラコンはユリアルのカラコン。昨日キラちゃんのもに思います。本当に嬉しい。昨日めっちゃあれじゃん。昨日だって嬉しい、ありがとう。明日学校でカットコンテスト、美容のあれかな。頑張ってね。手大きいの好き。嬉しい、本当に。なんかさ、私はね、女の子なんて、女の子、違う、女の子ってさ、手がちっちゃいから可愛いみたいなあるじゃん。私は手がちっちゃい子可愛いなって思っちゃうから。そう、手でかい。でもね、手でかいからいいこともあるから、プラスに考えて。キラちゃんの声落ち着く、本当に嬉しい。綺麗ときはいつもどっちも綺麗じゃん。ネイル見せてください。ネイルじゃん、こんな感じ。こっちもこんな感じ。
明日シャトルランね、シャトルランって懐かしい、ほんとでんでんでん、私はドからミまで届くよ。すごいね、それ大きい。私も手大きいからキラタンと、しよう、今度手比べしよう、みんな。でもね、爪長いのもあるかも。爪がちょっとね、長いから長いから大きく見えるのもあるかもしれないです。シャトルラン、キラ多分ね50なんとかあんまじゃない？ 50？ わかんない、わからん。いや違うかも、50は絶対いってる。うん、でも60いくかいかんかだと思います。最近目悪くてどうしようもない。私も目悪いよ、度ありだよこれ。そう、爪ね、ももかに比べたら長くないよ。長くはないかもしれないけど、そう、なんか爪でちょっと長く見えるよ効果みたいなさ。夏グランピングもしたいし、沖縄にも行きたいし、いろいろしたいな夏は。アクティブなこと、わかんない。もうシャトルランなんて何年前だっていう記憶が。眠いけどライブずっと見たすぎて目頑張ってる。起きてね、眠いならね。花村さんを見てくださってる。花村さん、私と美咲で踊った I wonder にコメントしてくださってありがとうございます。あの I wonder めっちゃいいですよね。みんな見た？日焼けしたくないから外出たくない派です。あの完全防備です、私もう日焼けしないために。今の目覚まし鬼いいね。どういうことだ？あ、起きてがってこと？あ、そういうこと？アイワンダリア、こちらこそありがとうございました。すごいあの曲めちゃくちゃ好きです、ハマってますね。みんな見た？見てくれた？そう、押しちゃいそうですか。なんかコメントしてくださってて、インスタのリールの方にも本当に押してくださいみたいな、すいません。ね、ぜひ次どっかでお会いした時一緒にコラボお願いします。次キラちゃんに会う時は多分日焼けで真っ黒です。あら、どっかに行くんですか？なんか焼ける系？サーファーみたいな？サーフィーみたいな？赤点取っちゃった。赤点取ったことありますか？大丈夫、赤点取ったことあるよあるよ、大丈夫。赤点ね、その時頑張ったその点数だから、そう、次頑張れば大丈夫。それで人生終わるとかないからね、ポジティブに。眠くなってきたの早いね、7時おやすみ。花村さんと楽曲コラボとかいつかしてほしい。いつかできたら嬉しいです。私も押させていただきます。お仕事ご一緒の際ぜひお願いします。押させていただきます。だって皆さん聞いちゃいました？嬉しい、そんな、ありがとうございますね。いつか どっかの現場でお会いした時に TikTok 私撮りたいなってすごい思ってます。ケアをして早く会いたい。会いたい、私も。アイワンダ宣言一番好き、聞かせてください。みんな楽しみにしてくれてる。8時から塾なの、頑張ってね。中間テスト頑張って。テストってね、大変だよね。勉強しなきゃいけないし、無理だけはせず、こう時間とか決めてやると効率がいいかもね。ちょっと寒くなったからさ、
一旦クーラーだけ消してもいいですか。ちょっと一瞬待って、ちょっと一瞬待ってね。寒くなってきた。さっき空気がちょっとあれだったからエアコンをつけてた。あー今日遊戯のライブ行く、嬉しい。遊戯配信何時までしようかな。何時までしたい何時までがいいですか。でも7時半ぐらい。どうしよう、みんなのお話したいけど、みんなが何かあるならキラはもうやめます。何時までしよう。長スパでガルサキ初めて生で見させていただきました。楽しかったです、嬉しい。ぜひね、リリースイベントもやってるので、ぜひまた会いに来てください。9時、日付変わるまで。どんな長くできないよ。もうこう持ってね、生活する時も持って配信みたいな。ずっとしよう、ずっと見てくれる、逆にずっと見てくれ。あークレイさん、クレイさんありがとうございます。クレイさんこの間肉フェスでお会いして、7時半ぐらいまででしょうかな。このここでやるか次 CL 映るかどうしようかなみたいな。ずっと見てくれるの優しい。あクレイさんありがとうございます。明日のお日にちまで、おお、充電なくなるまで。あでもね、充電今 67%、 携帯が壊れるまで。それ何年みたいな。 CL いっちゃう？ CL にする？このままがいい。今日デレデレしてる？本当に？遊戯の日午前中でできちゃった。午後からちゃんと来てくれるの嬉しい、ありがとうございます。去年のカラーズ最高でした。嬉しい。やだこのままおお、みんな 60% ぐらい。ね、みんなと話してると時間が本当あっという間。お酒結構飲みますか？お酒そんなめっちゃ飲めないです。寝落ち配信どうするよねって、なんか喋ってたらやだ。仕事終わった、お疲れ様ね。この時間帯が見やすいのかな。でもまあ夜の方がみんな見やすいか。あそっか、 CL 写真撮れないからか。ケイちゃんお酒飲んでる。でもね、そんなやばくないよ。このテンションがちょっと高くなるぐらい。 CL 配信のリアルタイムは無料でも見られますよって、皆さん見れちゃうよ。 CL に行きますか。マネージャーさん、 CL どうしたらいいですかあお疲れ様みんな。ケイちゃん寝言めっちゃいいそう。寝言言ってるのかな。でもなんか昔の方が寝言言ってたって言われる。ケイちゃんダズマちゃんこれありがとう。スマホ3台で見てんの、自分の全部。すごいじゃん、習い事なくて何時も見れる、嬉しい。そんなクレイさんは何をやってるんですか。今日はお仕事でしたかね。同時配信、確かに同時配信ってできるんですか。で私のアカウントだからね。CL に移る前にスクスタム全然します。じゃあ皆さん CL に行きましょうということだったんで、 CL に行きたいと。じゃあ7時になったら CL に行きます。 CL っていうアプリがあるので、 CL なんかあの LDH のこう配信、アーティストさんがやる配信とか見れる、こうファンクラブみたいな感じのやつで、ぜひ
CL でやるので皆さん見に来てください。センター分け世界一似合うと本当にこうめちゃくちゃ強敵等だよ。湿気でね、ほらもう見てこの湿気、ここでしか見られないこの湿気、絶対に普段見せないやつ。本当にやばいよ。CL 配信に移動するのでぜひまだ見れるよって方は CL の方に一緒に移動してくれたら嬉しいです。そう、筆じゃないよ。袖フリフリしてるの可愛くない？でもね、糸がめちゃくちゃ抜ける。今委員会お疲れ様です。じゃあスクショタイムして CL に移動したいと思います。スクショ何がいいですか？ポーズ何がいいかな。ヤギにちぎられた。おい、ヤギにちぎられてないよこれ。こういうデザインだよ。猫ハート、あ、出てきた。あ、この親指がね。ねえ、やだこれ。どうにかこうなんないの。このノーマルができないっていうね。うん、何このポーズ。ガルガルポーズ、ガオ。はい、ということで皆さん CL に移動したいと思います。いいですか？よし、 CL に移動します。皆さんありがとうございました。ありがとう、また後でね、バイバーイ。